ただいてね、撮影してくださるとね、モデルさんもね、なんか気分が乗ってきますよね。ねねちゃんの笑顔がどんどんね、素敵になっています。はい、さあ、奥の方でなんかねねちゃん手振ってるね、ファンの方もいらっしゃいますからね、ぜひね、皆さんに笑顔で答えていただきたいと思います。はい、さあ、それではいかがでしょうか。ファンの皆さん、撮影の方大丈夫ですか。はい、さあ、それでは5秒前にしましょう。5秒前、4、3、2、1。はい、そこまでです。ねねちゃん、お疲れ様です。じゃあ、ねねちゃん、朝早くから集まってくださったファンの皆様に、はい、ね、21歳を迎えられたということですけれども、ね、どんな1年間でした21年。そうですね、もっと頑張れる年にしたいですね。今よりも。あ、そう、はい、今シーズン結構突き進んだふうにね、自分でもおっしゃってましたけれども。そうですね、未知なので、はい、もっと頑張れたらいいなと思ってます。いいですね、もうね、伸びしろしかありません。ねねちゃん、はい、ね、ここからもね、どんどん素敵なレースクイーンになってくれると思います。レース以外のお仕事とかもこれからチャレンジされるのかしら。はい、そうですね、9月は展示会のお仕事も待ってますので、はい、また告知するので SNS フォローして待っていただけたらと思います。そうですね、ぜひ皆さんね、これからの活躍にもご期待いただきたいと思います。ではですね、最後ね、ファンの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、こんな暑い中集まっていただきありがとうございます。今日も熱中症に気をつけて1号車の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ミスマデリマサチネネコさんでした。大きな拍手お願いします。はい、ネネちゃん、今日も一日お忙しいけど頑張ってね。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。じゃあね、足元お気をつけください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてカメラマンの皆様もありがとうございました。